ディナルドは、ドイツ出身のイギリスの音楽家、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルの作曲したオペラである。トルクアート・タッソによる11世紀のエルサレムを舞台にした、下、除地し、解放されたエルサレムが原作である。ロンドンで初演された最初のヘンデルのオペラで、1711年の初演は、大成功した。上演回数は1711年のシーズンで15回、ヘンデルの生前に、 合計53回を数える。5つあるヘンデルの魔法オペラの一つで、スペクタクル的な要素も、ふんだんに盛り込まれている。ヘンデルは1706年頃から、イタリアのローマ、フィレンツェ、ベネツィアなどを旅行し、イタリアオペラの,のエッセンスを吸収することができた、だけではなく、自作のオペラ、アグリッピーナを本場ベネツィアで成功させることができた。1710年には、 ハノーファー選定光好きの宮廷学長の地位を得るが、ハノーファーにはいつかず、すぐに旅行に出かけ、同年末にイギリスへ渡った。ロンドンでヘンデルは、ヘイマーケット劇場の支配人、アーロン・ヒルと知り合った。ヒルはタッソーをもとに脚本を書き、それをもとに、ジャコモロッシが台本を仕立てた。ヘンデルはわずか2週間でこのオペラに作曲し、台本の作成が追いつかないほどであったという。 ただしオペラのうちの15曲は過去作からの流用であった。オペラは大成功を収め、シーズン中に15回も上演された。ヘンデルはシーズンが終わる1711年6月までロンドンに滞在した。オーボエに、リコーダー3、ファゴット、トランペット4、ティンパニー1体、言語部、通奏低音当時のオペラはカストラートによって演じられていたので、 アルガンテ以外は男役でも高音である。初演ではタイトルロールのリナルド役をニコリーニが歌った。リナルドは何度も再演され、1731年にはリナルドをロデリンダと共に再演しているが、この版ではセネジーノがタイトルロールを歌い、ゴッフレードはテノール、アルガンテはアルト歌手が歌った。2時間50分第1回十字軍は、 シオンの征服を目前にしていた。十字軍の英雄リナルドは、軍を率いるゴッフレードの娘、アルミレーナを愛していた。ファンファーレと共に死者が現れ、サラセンジンのエルサレム王、アルガンテの訪問を告げる。アルガンテは3日間の停戦を提案し、ゴッフレードはそれを受け入れる。アルガンテが頼りにするのは、愛する魔女のアルミーダであった。アルミーダは敵にリナルドさえいなければ、 こちらに正気があるという。アルミレーナとリナルドが愛の二重章を歌っているところに突然アルミーダが出現し怪物を率いてアルミレーナを略奪する。リナルドは長大な絶望のアリアを歌う。やってきたゴフレードとエウスタチオの兄弟にリナルドは事情を話すがアルミレーナを取り戻すために山の洞窟に住む魔法使いの力を借りることにする。 リナルドの激しい気候的なアリアで幕が降りる。リナルド、ゴッフレード、エウスタツヨの三人が魔法使いのところに旅する途中、海のそばを通りかかると、アルミーダの手下である二人の女の妖精たちが現れてリナルドを誘惑する。リナルドはゴッフレードらが止めるのを聞かず、アルミレーナに会いに行こうと船に乗って去る。アルミーダの館に囚われたアルミレーナをアルガンテは愛するが、 彼女を解放することはできないという。それを聞いたアルミレーナは、では私を泣かせてくださいと歌う。アルミーダの宮殿まで連れて行かれたリナルドはアルミーダに屈せず、二人は激しい二重唱を歌う。アルミーダは敵であるリナルドに好意を持つ。アルミーダはアルミレーナに化けてリナルドを騙そうとするが、リナルドは過労じて逃れる。残されたアルミーダはリナルドを屈服させるか殺すか。 しようとするが、ためらって苦しむ。アルミーダは再び、アルミレーナに化けるが、そこへ、アルガンテがやってきて、愛を語るので、怒ったアルミーダは正体を表す。アルミーダの怒りのアリアで幕が降りる。ゴッフレードとエウスタツヨは、ようやく魔法使いの住む洞窟に到着する。アルミーダの館は怪物によって守られているために、人間は近づくことができないが、魔法使いは、 怪物の力を奪うための魔法の杖を授ける。アルミーダがアルミレーナを殺そうとしているところに、ゴッフフレードらが現れてリナルドとアルミレーナを救出する。一方アルミーダとアルガンテは和解し、敵を愛したのは一時の過ちであったとして、十字軍と戦う準備をする。軍学を模した勇壮なシンフォニアが響き、エウスタツヨが敵の接近を伝える。リナルドは大しく戦い。 敵に打ち勝つ。アルガンテとアルミーダは捕らえられる。ゴフフレードは、リナルドの活躍を称賛し、アルミレーナとの結婚を祝う。アルミーダは、キリスト教に改宗することを誓い、アルガンテともども解放される。全員の合唱によって幕が下りる。タイトルロールであるリナルドのアリア、愛しい妻よは、ヘンデルの作品中で、最高のアリアの一つと言われる。私を泣かせてくださいは エルサレムのイスラーム側の魔法使いの囚われのみになったアルミレーナが敵軍の王アルガンテに求愛されても愛するリナルドへの定説を守るため過酷な運命に涙を流しましょうと歌うアリアである本作の多くのアリアと同様この曲もハンブルク時代に書かれたオペラアルミイラからの転用である単独で歌われることも多い19世紀のイタリアの音楽学者 アレッサンドロ・パリゾッティが17、18世紀のオペラや宗教曲のアリアを編曲、編集し、1914年にリコルデ社から出版したアリア・アンティケに含まれていたため、日本ではアリア・アンティケを元にしたイタリア歌曲集を通して知られており、テレビドラマ、ボタンとバラでは岡本智隆が歌ったものがテーマ曲として使用された。ヘンデルが本作を発表した頃のロンドンは、 ヘンリー・パーセル以来のイギリス音楽が停滞していた時期であると同時にイタリアオペラが少しずつ上演されていた時期であった。そのような時期にイタリア帰りのヘンデルによるイタリアオペラの形式を取った本作はロンドン市民に好意的に受け入れられた。そしてイギリスでのイタリアオペラの地位を盤石なものにするのに大きな役割を果たした。ありがとうございます。